今年のチームは明るく元気があるところがいいところだと思います。ベンチからの声だったり、守っている人の声だったり、その大きい声で試合を盛り上げていくっていう、そういう感じがあります。その打線がこう盛り上がって、打線がつながってビッグイニングができたりはします。3年生の小畑さん、ムードメーカー的な存在で、みんなに優しくて、こう面白い一面もあって、試合ではキャッチャーとして全体を見て試合を作ってリードしてくれています。まず兄が野球をしていて、自分も兄に憧れて野球をしたいなと思って、最初は野球をしていて、小学校3年生からソフトボールを始めます。やっぱり日本一になりたくて、父が日本高校時代に日本一になっているっていうのがあって、自分も日本一になりたいっていうのがあって、佐賀女子だったら日本一になれると思って佐賀女子高校を選びました。野球の話とかはあまりしないんですけど、小さい頃から家で兄とこう遊び感覚でプラスチックボールを使って野球をしたりはしていました。見に行きました。そう、やっぱり兄の頑張っているってことか見たり聞いたりすると、自分も頑張ろうって思うし、負けてられないなと思います。まずはインターハイ絶対日本一になることと、国スポでも日本一になるっていうのを目標に、全員で心を一つにして絶対に日本一になります。ありがとうございます。ありがとうございました。